四角ガ型族、または、ライトゥルス族は、昆虫甲甲虫目クワガタムシカに属する分類群。大顎は、根元で大きく L 字型に湾曲し、先端は二股に分かれる。前胸聖太の側面がギザギザになっていることも、本属の特徴である。系統的には、ノコギリクワガタや二股クワガタ類に近く、生態面や、脚部の構造に類似点が多く見受けられる。 奇抜な大顎と背中の模様から、そこそこ人気があり、流通がある。東南アジアの大陸部に広く分布するが、南のものほど背中の別光色の模様が明瞭になる、傾向がある。寿命は半年から一年で、産卵からうかまでは一年程度。地表部の口気に産卵し、幼虫には、禁止瓶を使うこともできる。しかしクヌギは好まず、 ブナやコナラをベースとしたオ平ヒラタケの禁止瓶で大きくなる。一種の実が確認されている。三種が確認されているが、分布野菜が連続的であり、まとめるべきだとする考え方もある。四角和型族以外にも、四角和型とつく族がいくつか存在し、いずれも禁煙な族である。蒸気以外では、二股和タ族との類似点が指摘されている。ありがとうございます。